これ挟む。ウェイ。ウェイの。そしてゆっこちゃん左手すごい頑張って使いたい。もうパーンと落とす感じ、落とす感じでいいんだけど勝手にこうなるから。皆さんこんにちは、野球YouTuberのボコです。ゆっこです。ちかです。よろしくお願いします。先日、向こうずでデビューしましたちかちゃんと今回ね久しぶりに来てくれたんですけども、先日もね動画がめちゃめちゃ反響がありまして、ちかちゃんの方にねインスタグラムのなんかフォロワーの申請がめちゃめちゃ来たらしいんですけどあのまさかのちかちゃんは、それを許可してません言っちゃうの。何百件ぐらい来てんの今。200弱ぐらいいただいてるんですけど200ぐらいフォロワー増えるのにもう全部許可してないという。今回はですね元プロ野球の大エースを今回呼んでおりますんで、早速呼んでいっていいですか。ガンちゃんカモーン。はい、マジでもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは記念撮影で、はい、撮影で。はい、チーズワーン。イエーイ。お願いします。ちょっとついですね。でかくない？いや、めっちゃ出てきて。お前がちっちゃく見える。日ハムのね、1990年のドラフト2位。およしてんな。ちょうど僕が生まれた年なんですよ。厳密に言うと89年のドラフトで、はい、第1回選択の選手、はい、日本ハム岩本勤の順大学高校班長伊藤さんの時代名前呼んでもらった岩本なんですよ。ドラフトで言うたら野茂、塩崎、与田、笹岡、大魔神、古田敦也さんと数々の名プレイヤーの方々の時に、はい、日本ハムはダイギャンブルでわしを指名したすごいね。ギャンブルやで。なんでこんな岩本にあんな契約金積んでくれたんかね。契約金っておいくらだったんですか。いやもう公表5000万やけど、はい、まあズバリ4500万。低いよ。そっからですか。公表5000万で4500万。いやだいぶみんなウィキペディアの勉強してきたんですけどね、1年前に僕が野球チャンネルの EG パイっていう、でたまたまに僕その日ちょっと大阪で野球やってまして、うん、コラボが実現しなかったんですよ。なんかね共通の知り合いの人がいて、はい、で向こう君がちょっと持ってると。あ、持ってます。はいはい、これは野球界に言うとあいつ持っとるでそうそう、ほんであいつ持っとるわ言うたら、大体一筆の話で、それを持ってるにもかかわらずこうやって YouTube でチャンネル発信してるというので、ちょっといい志を、ありがとうございます、胸に感じるもの、はい、何度もオファーしてやっと捕まえたんお前図が高えぞお前何回オファーしたの。忙しいこと、もう忙しいです、忙しい俺動画チェックしたかわいこちゃんとばっかり野球してるうわ、野球とかわいこちゃんはな一緒になろういやそんなですね、岩本さんとですね今日は、うん、この2人がですね実は上投げのピッチャーをやりたくてですね、うん、で3クォーター気味なんで、いいね、岩本さんちょうど合うかなと。いいね一番圧迫されない角度がない。そうそうなんですよ、圧迫されるね。あ、やっぱそうなんですか。これちょっと離れるね。あ、そうなんですか。いいね、それでは本日は、一日よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。アナログじゃないかい。オッケーです。ほんならキャッチボールの第1球目から私はピッチャーと思って投げてます。はい、一生のうち投げる球って決まってるから。おー、私はピッチャーだと思って丁寧に。じゃあですね、おいいですよで主としてやってたスポーツは何ですか。バレーボール。バレーボールはいはいこのハサムこのハレシブだっけ。もう一人の人は主としてやってたのは。あれ、ソフトボール。うーわいちかちゃんと、ゆっこちゃんです。ゆっこちゃん、はい、ちかちゃんはちょっと小柄でしょ。うん、でもなんかこう上から投げたいっていう意識強いですよね。ほんでちょっと反ってしまうでしょ、かかと体重になるでしょ。そこから合わそうってすごい難しい作業。プロの選手でこうやってバランス取って投げに行く人おるけど、とっても難しいので、目標に対してちょっと顎を引く感じで、おう、うん、それだけで姿変わるから。そうそう、おう、全然違うんですよ。人が違うんですよ、うん、そうそう、おう、全然違う人です。すごいね、すごいね、左胸にやばいねプロですね、すごい。あ、もう成長してるわ。2球ぐらいしか投げてないのに、うんうんうん、もう一瞬で分かるんですね、山本さん。そういうので迷う人、悩む人がいっぱいいるんですよ、プロ野球選手で、はいはいはい、角度をつけたいということで。あ、確かに確かに、はい、やっぱ目のブレが激しくなるのでコントロールに困ると、はいはい、ゆっこちゃんも手足長くて野球に携わってたので、
すごく操ろうと頑張るでしょ。あもうそんな考えなくて、はもうはもう右足で溜めるとかじゃない。右足で立ったら勝手に溜めができてるんで、あなたの場合はもうファッ、自分でもう心の中でファッって言ってもいい。ファッと、そう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 。ファッ、そう。いい。プラスキュートで来るもんな。そうなんですね。教えがいあるもんな。彼があのモデルやった。なんか情報によると、はい、なんかランウェイ歩いてるって聞いたけど。ちょっと歩いてきてね、それっぽく野球女子、野球女子という感じで。もう野球教えられへんやん。でも今のしなやかな歩きってすごくピッチングに重要で、はいはい、ピッチャーってしなやかさがすごい命なんですよ。うん、岸投手、あの人ってすごい細身だけど。もうバッターが嫌がる、もう言うたらえげつない球投げれる。しなりがもう人よりすごいよ。最大限のパワーが指先に伝わるっていう、の時にもうこれはいいためと決めないっていう、決め、いいピッチャーってキャッチボール見てると僕ら先輩が見ててもパッてこのパッていう決めがある。これはもう自由、あなたが一番脱力でパッて決めれるところ、パッ、そう、松本、そうそうそう、そういうこと。2人ともタイプが違うから。ああ確かに。パーって使いたい人と下から張っていく人と、うんうん、それは個性だから。うんうん、セットからやるから2人ともセットポジションからもう自然に一番動く少ない。はい、そう、コントロール困ったらそれでいい。はい、あなた横振りなんで軸が。あ、確かに確かに。私は横軸の人って思うだけで、あなたは縦軸。うんうん、見事にサンプリング分かれたね。いや、すみません、本当。見事に。おお。余計なものが取れたでしょ。だから決まりやすくて方向性出るでしょ。確かに。本当にコントロール困ってたのかいって。飲み込みめちゃくちゃ早い。いいっすね。足をこう上げずにただ出すだけ、うん、そう、ただ出すだけでちゃんと上が間に合うように頑張って、はい、初め間に合わない、そう、ちょっと感覚おかしい、そう、いや、いいね。あ、いい。今あなたの何がめっちゃ頑張ったから、確かに手が間に合うまで頑張ったから右足ザーッて吸ったんでしょ。うんうん、ね、さっきあんまり知らなかった。この横向きの頑張りってすごい重要で、うんうん、いきなりできて本当にバレーボールしかやってなかった。本当にバレーボールね。俺出していこうぞ。コントロール困った時はもう自分でマウンドでこうやりながらでもボールの重さ、もう重さ、あ、こんな重さのボールを私投げます、それをそのミットに収めます、もう重さ命。コントロール困る人みんな重さどっか行ってる。そうそう、うん、ナイスボール。そして、ゆっこちゃん、左手すごい頑張って使いたいでしょ。もう、パーンと落とす感じ、落とす感じでいいんだけど、勝手にこうなるから。うん、勝手になるから。おぉ、グーっすね。おぉ、すごいね。全然違う。あっ、あっ、あっ、忘れた。おお、やば、指かかってるもん。なんか感覚が初めての感覚を味わいました。マジ、うおっ、何や、すごいよ。いや本当に野球最近なのって話。野球は3週間前にここで。なんでこんな投げれるようになったの。ずっとパリグテビに出て。パリグテビ、山本さんすごいっすね。なんか魔法をかけてますよ。はい、グー、リリース、グー、ドリブ。いただきました。おお、踏み出
しグー決めグーサラサラグーすげえ50歳っすわ。キャッチボールした時に、はい、これぐらいのアドバイスやったら必ず理解してくれるなと思って、うん、今日いくつか言ってみたんですけど、はい、ちょっとめちゃくちゃ飲み込みがない。そうっすね。ただ山本さんやっぱり打者に投げてみないと。そう、そうなんです。それ次のステップ、よう分かってるやん。そうなんですね。本気と書いてマジとる。いきます。